酸素マスクのことを説明するわ。空気をろ過して酸素を供給してくれるわ。防毒効果はもちろんだけど、スタミナの消費を抑えたり、踏ん張った時の疲労を軽減する機能もあるの。ただし酸素マスクを使用するとバッテリーを消費する。だから気をつけて使ってね。依頼が受注されました。武器のロックを解除します。
ID を確認します。ID 認証。クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。状態だ。いや、全く。サム、回収してくれてありがとう。やはり荷物のうちの一つは錆体付きのアンモナイトだったよ。この画像と簡易的なデータはカイラル通信でハートマンのところに送った。その地層にはわずかな領土がタールが含まれていたんだ。ハートマンが予想していた。それでもう一つお願いがあるんだ。また手間をかけるが、今度はこのアンモナイトをデボデボ学者のところに運んでほしい。彼女はそこでタールの調査をしている。このアンモナイトとタールを彼女に見てほしいんだ。サム、これは貴重なものだ。回収してくれてありがとう。彼が言うエボデボ学者はタールが生命にどんな影響を及ぼすのか研究しているんだ。彼女のシェルター付近に設置してあるタール採取装置をピックアップしてアンモナイトと一緒に届けてほしい。タール採取装置の回収は彼女には無理だ。私たちには君の力が必要だ。採取されたタールを彼女が検証すれば DS の謎に近づけるはずだ。カイラル通信をつないでくれたおかげで過去の研究データも復活してきている。これも君のおかげだ。引き続き頼むよサム。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。